スです、まだ声が治ってませんが、今日は皆さんからいつもインスタの DM とかコメントとかでニキビパッチどこの使ってますかっていうメッセージが多いので、今日はそれにお返事していこうと思います。はい、まず一つ目は、今日二つ紹介したいんですけど、一つ目はAC ソリューションクリアスポットパッチ60枚入りのものを使ってます。はい、これは患部に1日1回、まあもしくは数回、1枚ずつ貼るっていうのがこのニキビパッチなんですけど、中を開けると、まあ、こんな感じで、まあ、使いかけ全開やけど、でこれがこうピリピリっとこんな感じで透明なニキビパッチです。これは貼っておくだけでとにかく中身を吸い出してくれるっていう感じです。これ自体に治すお薬とかは入ってません。私が使った感想としては、小さめの赤ニキビに効果がありました。でなんかもうちょっとで出そうみたいなニキビとかも、これ貼っとくと跡が残らず綺麗に治る感じです。保護してくれる意味もあるんですけど、要するに傷パワーパッドと同じような感じなんですよね。湿潤療法みたいな感じで、まあ保護して中の自分の体内から出てくる治す力でこれを塞ぎ込んで治すよっていうことだと思うんです。でもこれをし始めてから、あのニキビ跡が残りにくくなりました。続いてアクロパス AC ケア、これはアクネ菌の増殖が抑えられる成分ナイアシンアミドが配合されているそうですまるっと読んだ。はい、さっき紹介したものもそうなんですけど、これも洗顔して肌に何も油分がついていない状態でつけるのがおすすめです。剥がれてきちゃうんでね、剥がさないためには何もついてない状態で貼るのがおすすめです。でこれは1箱9個入りなんでちょっと割高なんですよね。さっきのものは、これは60枚入ってます。これを開けてみるとですね、開けてみると、まあ、こういう個包装になってます。個包装になってて、これを、まあ、1回分として1回分出しました。でここの結構厳重な包装になってるんですけど、ここを開けて中身がこうやって1枚入ってます。ちょっとね、動画だと少し伝わるかと思うんですけど、ここがブツブツしてるんですよね。ブツブツしてるマイクロニードルっていうんですけど、こういう小さい、もう本当に貼ってても痛みとかはないんですが、もうこれこうやってね剥がしてこんな感じで、このマイクロニードルがお肌のその炎症してる部分に聞いてくれるというお話なんですが、私は大きいニキビに効果がありました。もう本当にマジかっていうレベルの大きいニキビたまにあるじゃないですか。ちょっともう自分で出てきそうなニキビで、ちょっともう出ちゃったニキビが一番効果を感じました。まだ破裂する前のニキビは何しても一緒というかなんかそれこそクレイパックとかで鎮静させたりするのがいいと思うんですけど、ちょっと中身も出かけてるニキビに一番効果を感じました。でもう大きいニキビにはこちらがおすすめです。やっぱり中を吸い出してくれるプラス、こっちは傷跡を残さないように綺麗に直してくれる感じがありましたね。はい、というわけで私のおすすめのニキビパッチを紹介しました。一番はやっぱり皮膚科に行って中身を出してもらうっていうのが理想なんですけど、なかなか時間がなくて皮膚科にも行けないっていう方も多いと思うので、私もそうなんですけど、だからこういうものにね頼りながら、なるべくニキビができちゃったらニキビ跡が残らないようにケアしていきたいですね。もうアラサーやから跡残るんですよね。もうガンガン残ってく。ちょっと前までは嘘みたいに綺麗に治ってたのに、25超えてからもう全然傷跡っていうか、そういうニキビ跡の治りが遅くって、これ私だけじゃないはずなんですが、もうやっぱターンオーバーが遅くなってるんだろうなって自分ですごく感じるので、なるべく跡は残さないようにしていきたいです。今日はニキビについてねお話ししたんですけど、またニキビ編はまだまだネタがあるので紹介していきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思ってくださったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。というわけで今日はニキビケアのグッズを紹介していきました。バイバーイ。